優勝戦五号艇の那須敬太選手です。よろしくお願いします。お願いします。順位勝戦は二コースからコンマゼロ号のスタート。大接戦でしたが、三周の内クで二番手に浮上ということになりました。このレースを振り返っていかがでしたか。まあ、あの展開が良かったと思います。はい。接戦になって、その競った感じの足はどうでしたか。もうエンジンがしっかりしているので、はい、あのしっかり走れば、あの抜けるチャンスはあると思って。はい。 そのチャンスがあったのであのエンジンがしっかり後押しししてくれました、はい、予選道中は前半、後半で合ってたり合わなかったりというのがありましたがこの日はいかがでしたか、準い大体合ってるんですけど、まあ、欲張ったりしてる時があったので、はい、もう今あのバランス取れていい感じだと思います、はい、では伸びに偏らず全体的に底上げできた感じそうですね、全部いいと思います。はい そして枠は五枠なんですが、六枠に江口選手がおられて、コースの方が気になるんですが、どうですか。まあ。臨機応変に行きたと思。臨機応変にはい。はい。まあ、外からでも展開をつけるような、そんなタイプの足ではありますね。そうですね。どっからいっても、あの、しっかり船券には絡めると思います。はい。スタート間の方はいかがでしょうか。と緩和てるんですけど。はい。まあ、本人が行けてないので。はい。明日はしっかり集中していきたいと思います。全速でスリット駆け抜けたいですね。はい はい小島は2007年の9月に初優勝を飾った思い出の水面でもあります前回の優勝は昨年7月の福岡でこの時にはまくりを決めておられます優勝生向けての一言お願いしますはい、えー、しっかりします船県たくさん買っておいてください